はい、お相手のパーティーはサザンドラ、ムクホーク、クレベース、パーオージアンだっけ、ペルシアンみたいな名前のやつ、海流羽ばたく神。おっと、羽ばたく神がいますね。出てくるな、ディンルーで受けられる。いやけど結構きつい、パーオージアンというポケモン、これをどうするか。氷悪タイプだったんだよな。ガッサのマッハパンチでワンパンできるからワンチャン出てこない。ガッサくん結構刺さりがいいですね。で、カイリュウくんもね、マルチスケールがあるから、どうしましょうね。叫ぶ尻尾。まあ、ゴーストタイプが羽ばたく神しかいないので、輪っかネズミを出してもいいかもしれない。ちょっとこれ悩みますね。ちょっと雪の王を出すと、雪の、天候が、相手に乗られてしまう可能性があるので出したくはなくて、これはサーフ号から入るのが無難ですかね。ガッサがサーフ号から入るのが無難。そして、サザンドラと羽ばたく神用にディンル。あっと1はネズミを出したいけれど大丈夫か。いや、ガッサだな。ガッサでいこう。ガッシュさん、対戦よろしくお願いします。トレーナー、なんだ。カードか。あのカードは勝ちましたね。ムクホークから入ってきた。サーフ号。これは完全に出しがちか?どうだ?あんまり勝ち負けが未だに分かっていない。パワージムを覚えてるんですよね。これパワージムとゴールドラッシュどっちの方が減る ?2 倍でしょ ?160。威力160。ゴールドラッシュは120の 1.5 倍。180。うわー、ゴールドラッシュの方が入る。入るけどね、これ使うとね、お金が増える。あ、じゃなくて、特効が下がるんですよね。どうしよう。これ下げてくるかもしれないな。まあいいか、ゴールドラッシュ打ちます。S はスカーフで勝ってます。ブレバー。あれ?相手もスカーフか?はい、反動ダメージ。反動ダメージ入ったらさすがに落とせるんじゃない?はい、ゴールドラッシュ。急所に当たった。これは無効急所ですね。急所じゃなくてもワンパンできる。で、お次のポケモンは何が来るんだろうかな。ちゃんと裏見て技選べばよかった。羽ばたくの神。羽ばたく神が来ましたが、古代活性で C が上がりますね。素早さが上がってきた。え、こいつ積み技覚える?悪巧みとかしてくるならあれだけど、さすがに悪巧みとかないんじゃない?なかったら普通にディンルーで受けれますね。うん、ディンルーで受けよう。そのためのディンルーです。そのためのディンルー。ゴースト技打ってきたら一番美味しいね。はい、災いの器で特効が弱まります。古代活性を完全に消していく。ゴースト技美味しい。全然入りません。はい、全然入らないね。これはすごい有利なんじゃないか。エミーボンバーか。相手の重さ知らないんですよね。で、抜群だからさ、120の抜群だったら240とか入るよね。完全にタイプ1よりは出るよな。アバタク神軽いだろ。エビーボンバーでいきます。引っ込んだ。引っ込められるやつがいる。クレベース。いやー、クレベース重いから全然入らんぞ。場合によっちゃ結構まずいな。すごい。ボディプレイ警戒をしたいな。けど、うち、地面テラスタルなんですよね。クレベースって攻撃あんまりなかったような気がする。自己再生とか選んでくるか。カタストロフィー一発削って相手の方でも見ますか。ワンチャン奉仕で眠らせまくって剣の舞っていう手もあるんで、なるべく、そうだね。ガッサで眠らせて交代してサーフ号でとどめとかも全然ありだと思います。ちょっといろんな選択肢があるね。まあ、とりあえず、ワンターン見ましょうか。カタストロフィーで。はい。当たらない!ちょっとまずいな。鉄壁を使った。積んできたな。ちょっとカタストロフィー外すのはやめてもろていいですか。連打でいきます。こう、サーフ号に交代でもよかったな。ボディープレイスを打ちたがっているから、どうするか。カタストロフィー当たった。これね、自然の怒りという技と同じですね。怒りの前歯とか。おっと、お盆の実を食べていく。
回復。まあ、けどこれぐらいの体力になればね。はい。おー、ボディープレス痛いね。だが、しかし。だが、しかし、裏にはね、サーフゴーというポケモンがいます。このポケモン、クレベースでどう突破します？お相手し。お相手し。どうやって突破します？ゴールドラッシュ打てますよ。はい。はい、突破。あー、けどもあれか。カタストロフィー君を大事にしとかないといけなかった気が。ん？そんなことないよな。ゴールドダッシュ連打でいいよな。スカーフダッシュ。古代活性もうないよね。そう、古代活性のね、悪いところ、クォークチャージもそうなんだけど、一回使ったら消えちゃうんだよね。サイクル戦に非常に弱い。だから交代バンバンできないのが弱みですよね。そうそうそう、よかったよかった。これ安全に行くなら交代してゴールドラッシュをもう一回決めに行くんだけど、多分その連続技とか持ってないからゴールドラッシュを打ってからキノガッサタスキ持ってるんでね、種マシンガンの方が確実だと思います。下手に交代するよりゴールドラッシュ打ちましょう。スカーフなんで上を取っています。あ、テラスタル、テラスタル使ってくるね。ちょっとまずいかな。何タイプ？タイプによる。ゴーストタイプ。まあ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 、抜群が消えただけだね。そっかそっか。え、なんで上取られてる？え、上取られてんの？え、嘘でしょ。え、スカーフサーフ符号って抜かれるんですか？羽ばたく神に？え、もしかして古代活性ってさ、サイクル回せる？永久の効果だったりする？ちょっとわかんないですね。え、これさ、ワンチャン方針打って、方針打って、眠らせて、種ガン種ガンしかないよな。これ、運ゲー挑むしかないよな。僕のテラスタルね、何も使えない。鋼テラスタルなんですよね。草テラスタルでよかったわ。いやー、これ拾った個体なんでね、テラスタル変えずに育成しちゃった。どうしよう。一応鋼テラスタル打っといて、なんかしてくる可能性があるんでキノコの奉仕します。これしかないよな現状。奉仕で眠らせてるターンと、あと種ガンの回数でなんとかします。この技なら半減。まあ半減なんて打たないがね。ただやりたいだけのテラスタル。ああ、いいね。ムーン4。お、効果は今一つのようだ。キノコの星、決まっていく。これが害悪と言われるゆえん。眠れ、眠れ。これもう、研磨種マシンガンとかするよりも、もう種マシンガン打っていきます。グググ打っています。こいつ、防御は低い。特防は高いけど防御は低い。一発目。お、結構入る。三発、三発。三発で勝ち。二発。そして、勝利の三発目。対戦ありがとうございました。羽ばたくの神、通しましたね。いや、やっぱ合作は無難に強いですね。あとちゃんと草テラスタにしよう。育成、今回簡単なんで、育成し直していきます。はい、対戦ありがとうございました。ガッシュさん、対戦ありがとうございました。